スリオン 64X には、AMD の a m d k 8アーキテクチャのマイクロプロセッサまた、本校では派生製品として廉価版であり、OEM 版でもあるアスロン 64X に、デュアル、コアフーのオートブックス、並びに再廉価版であり OEM 版でもある、センプロン X にデュアル、コアフーのオートブックスについても合わせて記述する。スリオン十四 x には、 ツリオン64の後継製品として2006年5月17日に発表された AMD のモバイル向け CPU のブランドである。AMD64、仮想化技術、AMD バーチャライゼーション、省電力技術、パワーナウ、テクノロジー、DDR2 メモリに対応し、前日の16日に発表されたソケット AM2 班の アスロン 64X2 と同等の機能を持つ。638ピンのソケット S1 プラットフォームに対応し、従来製品のツリオン64とは互換性がない。一部のメーカー製のオートパソコンで採用がされているほか、CPU 単体でのリテール販売もされている。しかしソケット S1 プラットフォームに対応したマザーボードはアクセクステンドテクノロジーが組み込み用途向きに、 ミニ ITX 企画のマザーボードを発表したのみで一般には流通していない。後継製品はツリオン X にウルトラである。トリニダードテイラーリリース2006年5月17日、タイラー明記されることは少ないが、ソケッツ1には G1、G2、G3、G4 の隔離ビジョンが存在し、物理的な互換性はあるものの電気的な互換性はなく、 リビジョンが異なると基本的に認識しない。モデルナンバーとの関係は以下の通り。リストオブ MD ツリオンマイクロプロセッサーズトリオンシリーズ一覧。ありがとうございます。